PGM-17 層は、冷戦機の核弾頭を搭載可能な射程 2400km のアメリカ合衆国の準中距離弾道ミサイルである。アメリカ空軍のほか、イギリスにも配備され、イギリス空軍によっても運用されたが、キューバ危機後に撤去された。層とは、北欧神話の雷の神、トールのことであり、英語では、層もしくは、ソはと発音する。 総弾道ミサイルは一段式の液体燃料ロケットである。酸化剤には液体酸素、燃料にはケロシンを用いている。総弾道ミサイルを一段目を用い、二段目以降を追加した層は打ち上げ、ロケットシリーズとして様々な構成で開発、使用され、後にデルタロケットに解消の上発展している。層の開発は1954年から開始された。 1955年にダグラス社が担当となり、XSM-75 の名称で開発されることとなった。1957年1月25日には、ケープカナベラル空軍基地で死者が行われた。1958年から部隊配備が開始された。総ミサイルは地上配備であり、水平状態で保管され、発射時に垂直に立てられ、打ち上げられた。 発射に際しては燃料充填など15分ほどの準備時間を要した。ミサイル先端にマークに再突入隊があり、W49 核弾頭を搭載している。最大射程は約 2400km ほどであるため、ソ連中数部を射程内に入れるためにイギリス本土に発射基地を設ける必要があった。イギリスには最大60機ほどが展開し、 イギリス空軍の20個中隊にミサイルが配備されていた。キューバ危機の影響やアトラスなどの大陸間弾道ミサイルが実用化されてきたことに伴い、1963年には退役した。このほかプログラム437の名称でジョンストン島に衛星攻撃兵器として総ミサイルが配備されていた。人工衛星を核攻撃する目的のものであり、 これだけは1975年までハイビーが継続された。ありがとうございます。